はい、どうもー、はい、どうもー、お願いします。それでは一度頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。みーでーす。またです。お願いしまーす。お願いします。はい、ということで、うん、大阪のイベントから帰ってまいりました。帰ってまいりました。まあ5年やり続けてきたわけじゃないですか。5年、もうすぐ5年ですね。ってことは、うん、全てが見えるって言ったらまああれですけども、うん、いや、あれすぎるあれすぎるだろ。なんだ全てが見えるって言ったらあれすぎるあれすぎるあれすぎるあれすぎますけど、それは、うんうん、なんだろうな、インターネットセンス、うん、まあ普通の人よりは若干あるんじゃないかなと思っている。まあ確かにね、少しはね。はい。そのセンスって何かなって考えると、うん、何をその視聴者さん、うん、もしくは普通に何を僕らのことを知らない人が求めてるかを知ってなきゃいけないわけなんですよ。まあ需要を知ってるってことね。そういうことです、うん、ということは、うん、これ面白いって言ったものが、うん、面白いかどうかが分かるわけじゃないですか。あ、ツイッター的にとか YouTube 的にとかインスタ的に面白いかどうかが分かるよね、はい、ということで、はい、今日やりたいのが、はい、まずこの動画の再生数を、うん、いやー、どんくらい当てたい。タイトルはタイトルはこの動画の再生数を当てます。内容も関わってきたりするし、うん、まあ、一応動画の最後に、うん、まあ、内容がなんとなく自分たち分かった上で、うん、最後宣言して終わりたいんですけども、今日は何をするかと言いますと、うん、まあ、大阪行ってきたじゃないですか、うん、その中でお互い2ツイートぐらいね、はい、考えてこようみたいなね。大阪でいる間にあった出来事で2ツイート、はい、2ツイートしようぜってしようぜってことでして、はい、あの今3時ぐらいですか。3時過ぎですね。で、約2時間後の17時の段階で、はい、まあ、計4ツイート、はい、まあ、相方のツイートも入れますよ、うん、それぞれ何リツイートされるのかを当てましょう、うん、なるほどね。面白さだけじゃないよね、うん、広め態度とかさ、うん、そういうの踏まえて、今回はリツイート数です。お気に入りじゃなくて、うん、で、視聴者さんには言わないから、うん、勝手に僕らがやってる遊びですこれを当てていきましょう。はいはいはい。で、近い方が得点にしましょう、うん、で、負けた方はこっから1週間、はい、ツイートするたんびにそのツイートにリプで、はい、何リツイートいくかを予想して、はいはい、ポイントが自分はこういう笑顔をしているんで、うん、500リツイートいくんじゃないかみたいな、うん、単純に罰です。めちゃくちゃ嫌じゃん。めちゃくちゃ嫌なやつです。めんどくさいし超嫌だ。で、2-2だった場合は得失点だよ。こうそうだね、点数でやりましょう。うんうん。何からいきますか。僕いいですか。はい、いいですよ。なるほどね。ただこれ外した方、うん、なんかこの人まぐれでここまで来たんかな感出ます。で、そうだよね。だからそのなるほどね、君は分かんないでやっててラッキーパンチ当たったんだねってことだよね。そうです。なんか僕はですね、はい、大阪の、はい、イベント中に、はい、僕カメラ持ってったんですよ。俺も写真撮りたいなと思ってですよ。3枚ぐらい、これとこれとどういう文面ですか。ちゃんと撮れたやつ、はいはいはい、ちゃんと撮れた写真を3枚。あー、じゃあ価値高いわ。なんだちゃんとレアリティ高いわ。マテリアルポイントが低いわ。いや、全然その用語みたいな理解しないで使ってるじゃん。で、文章文章は富永目線。おー、書きますか、じゃあ。で、書いて、うん、発表した後、ツイートしましょう。なんでボールペンなの。いった。これ、本当に痛かったけど、本当本当ではあるだろう。どういうことだよ。どういうこと。2時間でしょ。2時間ですよ。2時間だから、初速の問題ですよね。で、あと、やっぱ、僕らの視聴者さんって、はい、多分大学の高学年か社会人が多いんですよ。はいはい。ってなった時に、うん、働いてる時間なんです。そうです、そうです、そうです。じゃあいきますよ、はい、5時ぴったりの数字ですからね。はい、せーの。200リツイート。おっ、498リツイート。そんないく。いきます。これツイートしまーす。はい、はい、じゃあ第2問いきましょう。早速、はい、僕も大阪の思い出をね、はい、ツイートしたいなと思って、うん、罰ゲームで大阪の街に僕行ってた。ああ、人狼ね。はいはい、はい、その時の、うん、撮った写真ですね、はい、この写真です。俺をボコらないとここは通さねえぞ。ああ、いいですね。一応2枚つけました。怖いんで。関係ない写真つけたじゃん。いや、ちょっと難しい。でも結構ね、これはね、大阪の人からしたら嬉しいと思うんですよ。あ、はいはい。さっきのツイートは僕の分析だと来た人に向けちゃってる。はい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 。で、5000人に向けちゃってるなって思った。あー、これは大阪の水谷の視聴者に向けてるな。はいはい、はい、それは一つ言うと、だから大阪って文字入ってないけどね。どこ
あーそっか、ツイートミスは起きてるね。どうだろう、大阪っていうの入れるべきだったね。はい、いきます。はいはいはい、せーの、じゃん、250リツイート298リツイート。おお、結構近いな。いいですね。どうなんだろう、ちょっとツイートしますよ。はい、第3コーナーリツイートいきましょう。ちょっと動画撮ってきたんですよ。おお、あ、撮ったね、撮ったね。あの、遊びに行った時に、はい、はい、ルール説明とかはないわけですね。遊んでる映像って感じですね。ただただ遊んでる2人が。ツイートの文面とかでは補足するんですか。補足します。ボールを近くまで持ってきた方が勝ちって、勝ちイベントものテンションだったけど今見たらシュール。ちょっと待ってよ、予想しましょう。はい、行きましょう、せーの、じゃん。え増える。はい、どういうこと、どういうこと。400リツイートいきます。なんでなんでなんで、減るって言ってたじゃん。いや、これは、うん、後のツイートの方が伸びやすい。そっか、上に来てるからね。上に来てます。なあ、確かに。うざ、確かにな。ちょっとその400にしました。ああ、なるほどね。はい、まあ、でもまあ、1時間半だからね。怖いな。じゃあ、俺も今、かけですね。ちょっと大勝負に出ました。はい、じゃあツイートしまーす。はい、お願いします。はい。はい、じゃあ、第4ツイート。第4ツイート。攻める？攻めます。攻めの第4。文字だけ、文字だけです。文字だけ？文字だけです。いや、大阪中になんかちょっと考えて腹立ったことをちょっとまとめました。はい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 、最近腹立ったこと。はいはいはい、蚊は血を吸ってもいいけど痒くしてくるの何、うん、イヤホン片方聞こえなくなるのさすがに突然すぎるでしょ、漢字の1、2、3ときて4の変化マジで何、野球とバスケ部が坊主になる理由ってボールに憧れてるからか、ローリングとかで 95% くらいから長いの意味なくね。なるほどね。俺もやったことないよこれ。何これ、俺こんなツイートすることじゃないよ。わかんないわ、これわかんないよね。いやわかんないな、どうなんだろう。わかんないんだよこれ。いや、これ俺跳ねる気するな。マジで。いや、なんかその 95% が大どうちゃらが俺結構気になってて、うん、それを他のインフルエンサーがリツイートするんじゃないかってちょっと思ってんだよ。あー、確かにね。俺そこにちょっとかけるかな。やばいな、やばいな、待てよ。俺もちょっとこれ、このタイプツイートしたことないからわかんないけど、ちょっと俺もちょっと勝負しないとな。俺は結構攻めました。1時間半しかないんだよ。1時間半しかない。はい、じゃあ行きましょう。はい、せーの、じゃん。俺は 95% のやつはみんなおってることだから。そうね。あと何分って書いてあるんですよ、アップロードに。あと何分でって書いてあって、そこから、はい、そこまでね、じゃあ我慢しよう、あと15分か15分待つじゃん、うんうん、15分で 95% までいくの。そうなんだよ。いや、なんで 5% 入れないの。何それって思う。そう、じゃあちょっとツイートします。はい、ということで、はい、今からちょっと待ちたいと思います。1時間20分ぐらい。じゃあ見ないでおきましょう。はい、見ないでおきましょう。じゃあちょっと待ちたいと思います。はい、ということで、はい、17時になりました。よぴったりのデータを P さんが取っといてくれてるんで。あ、5時ぴったりの、はい、リツイート、はい、498リツイートで、近かった方が1ポイントです。1ポイントですね。はい、はい、では発表します。はい、1ツイート目の5時でのリツイート数は590リツイートです。だいし、カンタ君1ポイント。マジ、あれだからいいツイートなんだよ。いや、じゃあ2つ目これです。あの、僕の、あ、はいはいはい、あの、ここから俺を倒さない。その場合さ、はい、では発表します。はい、2ツイート目の、はい、リツイート数は687リツイートです。今日完走しちゃってるじゃん。いや、そうだよ。カンタ君1ポイント。いや、やばいやばいやばい、俺これ喜ぶ。待って、第4ツイートからやりたいわ。第4ツイート俺多く言ってるの。第4からいきますか。いいですか。自信あるなら多分自信あります。第4は多くしてるんで、カンタより。はい、第4ツイートのリツイート数は、はい、844リツイート。うわー、トミー1ポイントです。めっちゃ、やっぱそれ行くんだ。めっちゃ近くない？近っ。しかもすごいよ、1時間半で840とかってあんねん。あのツイート。だからやっぱいいんだよ。いいんだ。じゃあラスト、
で、これでサドンデス1回乗せれますかね。では発表します。はい、お願いします。第3ツイートのリツイート数は、え、何来たんだ、522ツイートだ。ダメだもう今日ダメだ。はい、ということで、おかしいよ。カンタ君の勝利。ありがとうございます。ということで、はい、最後にこの動画の再生数を、この動画の再生数、はい、いや、むず。あー、でもリアルにいこう、リアルにいきます。はい、じゃあ最後ですね。はい、はい、じゃあこの動画の再生数は一旦って出しておりましょう。ということで、はい、まあ今日はね、あの動画撮ってきたんですけども、はい、この動画の再生数はこちらです。74万2000、60万再生。どうなんだろう。いや、どっち、わかんない。ということで、以上、今日のミツさんでした。はい、ぜひチャンネル登録してください。はい、また明日。ありがとうございました。